レッドソックスのアレックス・コラ監督が6日日本時間なのか5日同6日のエンゼルス大谷翔平投手との対戦について振り返った例ヤフースポーツによるとフェンウェイパークで白星を献上したことについて 大谷がしたことは現実ば慣れしていたと激唱している。大谷は、3番投手・権 DH で先発出場し、投げては7回11奪三振無失点の快投で今季3勝目をつかんだ。レッドソックスは1番に座ったトレバー・ストリーが4三振に封じられ、勢いに乗ることができなかった。コラ監督は、野球というスポーツでは、 ミスショットの打ち直しというものは与えられないが、4三振を喫したストーリーにはもう一度チャンスを上げてやってほしい。なぜなら、改めて見返してみたが、大谷がしたことは現実ば慣れしていたから。投球に関して言えば、レッドソックスの監督になった2018年以降、私が見た中で、対戦相手としておそらく最高だった。ストーリーを責めることはなく、 最高のパフォーマンスを見せた大谷を称えた。ナショナルズの不安外ア野手が6日日本時間なのか、エンゼルス戦を前に大谷翔平投手について言及した。昨年のホームランダービーで大谷と死闘を繰り広げた23歳の天才打者は、彼のやっていることを見るのは僕から見てもアメージングだ、と称賛した。2020年のナリーグ首位打者は、 昨年のホームランダービーの初戦で大谷と激突した。再々延長にもつれ込む死闘の末に外が勝利を収めた。メジャー4年間の通算成績は打率2割9分9輪、104本塁打、319打点。今季もここまで打率2割7分1輪、6本塁打、7打点で打線を牽引している。試合前に取材に応じた外は、 初めてのアナハイムでお客さんの声援を感じて楽しい時間になるはずだ。ここに来られて嬉しいと笑顔だった。大谷とは、その後話す機会はないというが、常に注目している存在のようだ。7回、11奪三振、無失点の回答を演じた5日のレッドソックス戦の投球に触れ、全部を見たわけではないけど、デバースとの対戦とかは動画で見たよ。 素晴らしい投球をしていたねと賛辞を送った。さらに、とにかく素晴らしい選手だ。まだ彼をよく知る機会はないんだけど、本当にナイスガイだと聞いている。彼のやっていることを見るのは、僕から見てもアメージングだと思っているよ、とも語った。東谷二刀流で活躍する大谷へ敬意を表した。 ナショナルズを率いるデーブ・マルティネス監督も大谷について、彼は非常にいい。対戦相手だが、この3日間で挨拶する機会があるといいね、と語った。敵味方の垣根を越え、誰もが大谷に尊敬の念を注ぐ。マルティネス監督は2番トラウト、3番大谷と並ぶエンゼルスの強力打線について、とにかく試合に出て、ひるまず。 楽しむこと。先発のアドンだけでなくチームに対しても話したが野球をやろうと指示をした相手にはビッグネームの選手がいるしかししっかりプレーできれば誰にでも勝てると気を引き締めていた